でございます上司が教えてくれない営業のコツ今日は安定して成果を出すための営業ディストの作り方をテーマでお伝えをしていきたいなと思います。 でご相談いただいている内容が元々は中小規模中小規模企業さんまあ小規模ですかね小規模な企業さんってレアポスで案件取ってきたんですがえっと損害保険の営業で継続はあるんだけど当然継続落ちがあるその時のリスク分散として他のお客さんにも営業した方がいいんですがどうやったらいいかわからないということでのご相談をいただいているということでございますありがとうございますでここですねまず考え方として非常に良いところが一定の成果が出たお客さんだけに営業しようとしているのではなくて他の アプローチ先というかセグメントを切った形で要は同業似たお客さん以外の方にもアプローチをかけていこうって発想を持たれているのはすごく良いところですね。というのは何でいいかっていうともうご質問いただいている通りなんですけどディスク分散なんですよ。要は例えば特定の業種だけに営業していったときにその業種が何かしらの法改正があったりとか、まあ、世の中の変化があったときに落ちちゃったと。 いう時ってもうその業種だけに営業しているとその業種の浮き沈みに合わせて自社の営業も自分の営業の成績も落ちてしまう上がる、まあ、浮き沈みが発生してしまうってことが起こるのでやはりそのディスク分散をするにあたっては多少経路の違うお客さんを増やしていくみたいな発想は常に持っておいた方がいいということですねなのでこのディスク分散営業先、まあ、営業成績を安定させるために営業先の まあ、セグメントの切り方というかアプローチを徐々に増やしていくっていう発想は非常に良いところだと思います。でもう一点じゃこの後どうしていきましょうかっていう話なんですけどもこのタイミングでやるべきことっていうのがですね、えー、と似たお客さんをセグメントしていきましょうということなんですよ。例えば今アプローチをしているお客さんっていうところを考えていった時に今回のところでいくと,、えー、と従業員数15名以上の相手。 に対しししててテレアップをしてきましたとでそうすることによって成果が出てきましたって話なんですがじゃあ15名以上で成果が出ているお客さん受注をくれているお客さんを違った側面から分析をしていくっていうのが次の発想ですね例えば15名以上っていうところから今までテレアポしてましたとじゃあその15名以上の受注いただいている企業さんの業種ってどういうところがあったんだろう とかですね、えっ、ー、と、まあ、資本金がいくらなんだろうとか、エリアってどこだろうみたいな形で、切り方を変えていくわけですよ。今までだったら従業員っていう目線だけで営業をかけていたところを、少し違った属性というか、共通項がないかっていうのを探していくわけですね。で、そうやって共通項を見つけて、その共通項に当てはまったところに対してディストアップをかけていくみたいな形で考えていただけると、営業の動きっていうのはしやすくなるんじゃないかなと思います。はい。なんで、ま、今の話を少しまとめておくと、今までが、 要は企業の属性、営業先の属性っていうのを考えていたときに、今までが15名以上、これが要は従業員数だけですよね。ただ、情報として、例えば営業先がメーカーが多かった。で、資本金は1000万クラスの、1000から3000万が多かった。みたいなところが、今までだったらここだけで営業をかけてたっていうところを、一旦この条件っていうのを外して考えるわけですね。 この条件を外してメーカーで資本金1000万から3000万の企業が受注いただいている企業さんとかある程度反応があるお客さんで多いぞってなったら一旦従業員が例えば100人とか200人、300人いる会社さんであってもメーカーや資本金っていうセグメントを切ってそこに類似しているお客さんにアプローチをかけていきましょうということですね。要は今まで受注をくれたお客さんっていうのは要は何かしらの課題感を持ってるから受注をいただいているわけですよね。その近しい課題感を持ってるって、ね、やっぱり状況が近いからくれるっていうケースは多いわけですよ。なのでもちろんピンンポイントで 15名以上のメーカーで資本金1000万から3000万みたいな会社さんで受注いただけてますじゃあ同業他社にもアプローチしましょうこれはもちろんや,やるべきなんですよやるべきなんですけどディスク分散という目線で考えた時にはこの特定の条件っていうのを1個外してあげてじゃあ違った条件切り方を見た時にですね切り 込み方をかけてて考えてターゲットをまた増やしていく、ターゲットの選別をしていくということですね。でそこでもう一個意識いただきたいのは、一回これで決めたから、ただただこれで営業するじゃなくて、やっぱり仮説と検証なんですよ。今までだったら15人の会社さんにずっと連絡をかけてきたけども、今回でこう資本金1000万から3000万からそのメーカーさんに連絡をかけていく。でそこでアプローチを例えば100件から500件ぐらいですかね、アプローチしたときに、やっぱ思っている反応が出ないなみたいな場合でいけば、また切り方を変えていくわけですね。もしくはメーカーという属性ではなくて、ちょっと違った業種、例えばコンサルティング業界 IT 業界にちょっと業種を変えていくみたいな形で要は切り方も徐々にまた変えていく少しずつピボットしていくというか少しずつ条件をガラッと一気に変えるんじゃなくて少しずつ変えていくわけですよ。 そうすることによって、今度また反応のある業種が見つかれば、反応が良い,いところが見つかったら、また一点突破で集中して営業をかけていく。ある程度当たり切ったら、またちょっと少し条件を変えて、ピポッと一点突破で営業をかけていく。そんな形で営業をかけていくと、リスク分散を行いながらですね、営業の成績が安定してくるんじゃないかなと思いますので、でちょっとその目線で営業をかけていただければというところが今日のアドバイスでございます。えー、今日の動画が参考になった、勉強になったなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン押していただけたら嬉しい限りです。日付営業についていろいろ発信していきますので、よろしくお願いいたします。本日は以上です。